第7回ショータイムカップ、イエーイ。今日はワンウェイゴルフクラブに来ております。そして今回のスポンサーは白留総合法律事務所の池田大輔弁護士から、賞金をいただきました。しかも今回なんと過去最高賞金額です。賞金総額35万500円。わおよお。1位20万円、2位が10万円、3位が5万円、4位が500円。ありがとうございます。あ、やべ、来た。マジで来たくない。本当に。なんで？あ、右か。マジでやだ。なんか右突き抜けなかった、みんな。そう、右は余裕で突き抜けた。2個目のバンカー行くと思う。1、2個目、3個目か。俺右ラフ方向で抜けた。またの左ですね。結構左じゃないと。完璧。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、これはやばい。これはちょっと抜けたかもしれないね。どっち？俺？冬はこれだけ厳しいってことですよ。冬ね、出ないよね、そこはね、冬は。いや、俺でも夏より出てる。確かに。夏92ぐらいです。おお。やばい。これやばいの？あ、大丈夫、フェアウェイ出てきた。ナイス。完璧、完璧。なんだよそれ。本当にボールの調子いい。本当にいいね。これはいいね。ナイス。ナイス。最初からそれだよ。これ。ゆうきのボールはここに出てきました。どこ狙い？木狙いよ。木のちょっと右狙い。オッケー。スプーン。はい、はい、に消えた。オッケー。270 80。おお、完璧。あ、わかんない、微妙、ギリギリ見えない。ありがとう。いい感じに微妙。え、これは池あんの？左池、全部池。全部っていうか、あの途中途切れてもう一回池がある、グリーン手前。うん、まず何ヤードなのかがわからない。分かんない。あれ200でしょ、うん、260でいいんじゃないの。ライはいいね。スプーン、ただフォローが結構強いからね。右は大丈夫？右は OB。 相当右ぐらいだった。うん、まあよっぽど右じゃないから。でも池もかなり右まで入ってる。じゃあ打たなくていい、これスプーン。ええ、ショータイムゴルフってそういうチャンネルだったの？いや、俺はそうは存じてないだよな、うん、ああ俺はそうは、うん、ていうか前回勝ったじゃん。うん、賞金関係ねえわ、うん、見てろ。いいゴルフするかしないか聞いてろよ、お前ら。ああ、久々に見せてくれるよ、翔太が。アドレスはいいね。あ、これは相当やばい。いけ。何番？3。40ぐらい、50ぐらい。完璧。いい
いいんじゃない？うん。あれが200だからもう220だよ、こっからは。あ、そう。超えるかな？高さの問題だよね。かなり暗くなってきた。ちょっとボール追えない。悪いけど。あー、右だ。152、8番8グリーンの左行けよ。上左手前ね。すげえ左手前だよ。うまい。ナイス。ピンが傾斜が難しい。ショータ気をつけてね。ちょい、あ、大きいか。うわ、強っ。1、2、パーパット。だいぶしっかり。ボギー。これ入れて。フォーバー。ってことはさ、え、ショートさんが入れて、入れて5オーバー、入れて5オーバー、入れて入って、4、5、7か、外し6だ。入れ5オーバーでしょ。入れて5オーバー。僕3人並ぶ可能性ある。すごい勝負になったな。1位確定でしょ。それか1位タイの4位かもしれない俺。ああ、どういうこと？え、フォーバーか。ん、ハングフォーバーか。いや違うよ、俺ダボだから5。俺緊張するわ。下手くそすぎるだろ。もう一回回る、うん、おーせー、あめえ、あ、俺ビリや。4B1 池でビリ。打順は、あ、じゃあ T で、 T でやります。うん、はい、運命の、いいよ。あ、俺だわ。ケマリーす。うん、うん、OK。 あれ、カイトのタネだよ。初っすか、3人サドンデス初。あ、サドンデス初か。並んだことない、今まで。ボール追える？カンを入れろ。あ、見てます。完璧だね、完璧。
あ、でも大丈夫でしょ、これは。わかもなってないし。体調がやっと戻ってきた。来た、うん、ここに来て。ここに来てやっと体調が戻ってきた。もう池入らない。だってもう池ないもんね。あ、確かに。67。はい、67、58度。あ、ちょっと大きかった。このね、手前の逆目をダウンブローでクリアさせる。おわ、なんだ。前のボソンも1打差とかで負けたんだよね、俺ね。前も1打差かなんかで負けたんだよ。2打負けだ、2打負けだ。入れがち決定。よっしゃあ、入れるぞ。来たんじゃない？いやあ。ちょっと待とうぜ。これさ、俺勝ってもなんかヤバいやつじゃん。これヤバいやつじゃん、これ絶対。マジ頑張って、頑張って、マジで。少なくともどっちか入って、オーバーだけするよ。オーバーだけはして、ほんと。そしたら2回チャンスあるからね。そう、そう。渋子バットしてた。渋子渋子パッドしちゃった。渋子パッド、渋子パッドの死の勇気。渋子出ちゃったわ。頼む。うわ、脱落。一人脱落。勇気頼む。頼むってどういうこと？外してくれってこと？入れてくれってこと。入ってくれ。優勝。ちょっとワンチャンまだあるよ、でも。いい。優勝。優勝おめでとう。菅秀一。なんか本当申し訳ない。本当に。初優勝。本当申し訳ない。途中で5回、5回も入ったよ。本当申し訳ない。マジ？ナイスプレー、カン君。マジかよ。マジ5回も。いや、もうなんかさ、ショートだけはあかんと思って。ちょっと満ちゃいちゃった。満ちゃいちゃった。いや、もう本当ありがとう、みんな。みんなのおかげだよ、本当に。体調悪いのか。うん、もう体調は最悪だった。体調良かったのこのホールだけ。でもナイスプレーだったよね。すげえナイスプレーだった。これ。荒れるね、コメント欄。これ荒れるね。コメント欄やばいやばい。ああ、すいません。これやばいっす。視聴者の皆さん、申し訳ない。本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。左、左。そうだね、力がちょうど抜けた。はい、今日、3池5ゲロの男です。2池だね。2池、2池5ゲロ。2池5リバース。第7回ショータイムカップの優勝は5オーバー、菅秀一です。
ません、レベル低すぎてすいません、うちは申し訳ない、すいません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 、はい、図が高いんで、はい、座らせていただきました、はい、初賞金です、あざす、これでショータイム賞金ランキング持ってきたんですか、トップ5、そうだね、いやもう、よかったらまた呼んでよかったらまた呼んで積もってますね、ラッキーセブン、ラッキーセブン、ラッキーセブン言ってた、今日はもう、みんなに迷惑かけてのラウンドだったので、うん、申し訳ない、申し訳ないです、あの今日の賞金は何らかの形でショータイム全部寄付しますので、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、じゃあまず4位のカイト君、はい、4位です、78で4位でした、1打足らずで500円、はい、ありがとうございます、牛丼食べてください、吉野家です、ありがとうございます、次が2位タイか、2位タイ、これは山分け75,000円、翔太さんと僕10万5万だから75,000円で、大丈夫、主体でいいか、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいませんでした、すいません、はい、ある、はい、ある、第1位はなんと本当に申し訳ない、初優勝、初優勝、すいません、本当に申し訳ない、ランク、おめでとうございます、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、池田さん、本当に第7回77で勝たせていただきました、はい、わわわわ、どういう感じで、演技がいい、でエンディング、ね、今回スポンサーをしていただいた東雲総合法律事務所の池田大輔弁護士さん、本当ありがとうございます、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします、はい、今日すいませんでした